どうも、翔平です、今回は2年ぶりぐらいの更新になります、マイクラレッドストーン関連の動画になります、私がねシーズン4というマイクラのサバイバルシリーズをやらさせていただいてるんですけど、そちらのエピソード18でね、作ってみた、柱に隠すタイプのね隠し通路というのかな、通用口みたいなものね、で応用としてエレベーターにも使えますよということで、ご説明いたしましたけど、作り方を教えてほしいというねコメントいただきましたので、実際に作りながら解説していきたいと思います。動画簡略化のために、目次を用意しました。概要欄の方で、ご確認いただけると同時に今表示されているね、時間飛んでいただくと後でもう一度、ご確認するときに便利だと思いますのでつけておきます。さあ、サバイバルシリーズの方でも、どんな動作をするのかというのはね、ご覧いただきましたけれども、改めてねちょっとデモンストレーションをさせてください。この部屋の中にですね、3箇所、隠し通路が、用意されております。あそこになんか赤い羊毛があるのは分かっちゃいますけど、間違えないように置いたんです。ということでですね、私がサバイバルシリーズの方で使ったのは、柱がね、上に上がって通路が出てくるというものでございました。そちらの応用としてね、壁に埋め込んでみたね、あそこにちょっと隠れてるんですね。であとは柱にね入れ込む、タイプのねエレベーターとして利用できますよと、ご覧いただきました。そちらの方改めて振り返ってみたいと思います。こちらの作業台の上にですね、パウダーを置いていただくと、バドが効いてですね、回路がつながるというものが一つと、であとはここにトーチを挿していただくとまた同じく回路をつなぐ、もしくはこの柱の下にね入れていただくとこんな風につながってね、中に入れると。でまあマルチプレイのところでね、自分の大切なアイテムを管理しておきたいとかね、私の用途は、まあ、メンテナンスエリアにね使うっていうのが一つあってですね、まあここからどこかにつながって、まあ、地下でもいいですよね、そちらの方で作業すると、あんま普段行かない場所に使うっていうのがいいんじゃないかなと思います。で出るときはボタンを押すとまた回路がつながって上がってきますんで、そのまま出るということですね。こちらの方はですね、まあ、床に埋め込んだタイプの、あれと同じですね、作業台の上に置いていただいたレッドストーンパウダー、今度床の方に置いていただくと、こういう風に出てくるというね、今ちょっとタイミングがずれて落ちちゃいましたけど、もうちょっと遅延取った方がいいかもしれないね。ってことで、こういう風に壁を動かすっていうことも可能になってます。今ちょっと下に落ちちゃいましたよね。もうちょっと遅延伸ばした方がいいんですけれども、その下に落ちるということを利用して、今度はねこの柱をエレベーターにして使っちゃおうじゃないかと。ここに置いていただくとこんな風にねここが開いてこっち側から出られるということですね。これはあそこのフロアより、3段ぐらい下に降りてきて、ちょっと階段で降りてねここにまた隠し部屋があるということですね。出るときはこのボタンを押すとまた上がっていって、サバイバルの方ではつけなかったですけど、一回ジャンプしてね出るのもめんどくさいんで、こういう風に、ね、この階段が下に下がるというフューチャーもつけました。はい、ということで下の回路はまあごちゃごちゃしてますけど、いっぱいトーチキー入れたんでね、今ねトーチとかパウダーを置くっていうのはあのインプットねレバーとか感圧板がないじゃないですか。だからね、全く気づかれないということにメリットがあるんですけれども、私はソロでプレイして、まあ、マリちゃんはいるんですけれども、まあ、バレてもいいじゃんってことで、ボタンでやる人もいると思うんですよ。なので、ボタンのバージョンと、トーチキーを使って、他の人に見えなくなると。ね。もう一つ紹介したかったのは、まあ、天井につけるタイプもあったんですけど、それね、ボタン持ち歩かなきゃいけないので、不便なんでね、天井につける人も珍しいと思うんで、それは省かしていただきます。さあ、それでは実際に作り方を見ていきましょう。今回は事前に Xbox One の方でね、コンソール版でも、動作状況を確認してまいりました。方向、方角、問題もありませんでしたし、トーチキーの方もちょっとね、グリッチっぽい、あの描写がね、バグってしまう。ね、あとピストンの動作がちょっとついていかないみたいで、描写が空白になっちゃうんですね。透明になっちゃうんですけど、一応動作は確実にしますんで、お作りいただけると思ってください。ということでですね、ちょっと横幅、ね、幅は、長さ的には長いんですけれども、1マス幅になっておりますんで、さらにですね、方向方角の問題が非常にフレキシブル、自由に変えていただけるんで、右側の方に回路があるから、左側の方に伸ばしていこうとか、あの自由自在に変えていただけます。上も下も。ね、その点、使っていただいて、うまく回路をねじ込んでいただければと思います。
はい、今回の入力方法なんですが、先ほどね、まあ、お伝えした通りボタンにしたい人もいれば、まあ、感圧板にしたい人もいる、完全に隠したいのでトーチキーにしたい人がいるとね、いろいろパターンがあると思います。で、トーチキーの場合は別に問題ないんですけれども、感圧板とねボタンとレバーにする場合は、一つねパルスショートナーという信号を短く切り出すものをつけなければなりません。はい、感圧板はプレイヤーが乗っている限り信号を出すものね。ボタンの方もですね一定時間オンになってオフになるとね、レバーの方はオンにねしたらずっとプレイヤーがオフにするまでずっとオンになりっぱなしになってしまうので、そちらの3種類を使う場合は、1つ追加で回路を入れなければなりません。トーチキーの場合はね十分短い信号が出されるんで、回路に影響はないんですけれども、感圧板とかねボタンを使う場合は上に上がったはいいが下から戻ってこなくなってしまうという現象が発生する可能性があるので、事前に防止するということでねパルスショートナーを入れるとご理解ください。ってことで実際作っていきます。さあ、注意事項も確認していただいたところで、今回は下の方から作っていきたいと思います。柱の高さについてなんですが、今回は部屋の高さが6マスで考えておりますが、こちら無理に6マスにする必要はございません。5マスでも4マスでも3マスでも2マスでも動作します。ただ7マス以上の高さになるとピストンが押せる限界数になるので動作しなくなると思ってください。ということで下に潜っていただいてですね、柱を支えている床のブロックを探して削ってください。こんな感じでね。で、そこからですね1、2、3マス、この3マスにフェンスゲートが入ります。でそこからさらに3マスに、ピストンが上向きで入ると思ってください。でそこマーキングしておいてですね、今回は入力のブロックここにしますけれども、先ほどお伝えした通りね東西南北どちらでも、信号をつなげていける、ね、回路の方向を自在に変えられるとお伝えしました。ただエレベーターとして使う場合は、ここに踏んでね、ここの中に入って下に降りるわけなんですけど、目の前に回路があると向こうが行けないのでぐるっと横向いたりしなきゃいけないんでね、その点だけちょっと注意して回路をつなげてあげてください。ということで今回はこのブロックから始めます。つまりですね、感圧板に乗った時にこのブロックに最初に、信号が伝われば回路が全体にね信号が行き渡りますよということを意味します。こちらのねどれぐらい距離が離れてるか、お作りいただく時にね自在に変えていただけると思いますので、そこのね入力のブロックとここのブロックをつなげると思ってください。そしたらここからトーチタワーというのを作っていきます。なので横からちょっとずつ上げてですね、こんな感じで3段、ね、ジグザグになるように上げてあげてください。そしたらですねこのブロックに、こんな風にブロックを追加して T の字になるようにね、 T の字になるように置いていただいて、真ん中のブロックは削っちゃって結構です。そしたら下に降りていただいて一番最初に置いていただいたブロックの横にトーチで、ここに置きたいところですけど、外側に回路を残します。トーチタワーを作っていただいて、今は信号がここまで来ました。ここまで来た信号をですね今度はリピーター出していただいて、柱に向いた方向で設置してあげてください。こちらの遅延はいじらないで結構です。置くだけですね。これサバイバルでよくやってしまうんですけど、めんどくさがってですねこんな風にして適当に置くと、全然関係ない方向を向いたりするんでちゃんとねめんどくさがらずに同じ高さに立って置いてあげてください。下の回路ねなんとこれだけなんですよね。もうこれだけで黄色いブロック外していただいて、ピストンを上向きで3つ設置してあげてください。そしたらですね、フェンスゲート出していただいて、こちらねピストンの上に3つ設置してください。よいしょ、難しいねここで、ここですね。で、ちゃんとね上の回路に手をつける前にですねここ空いてることを確認してください。空いてないと入れません。はい、空いていさえすればですね横から侵入しても一応ねこのフェンスゲートちゃんとなんか貫通するっていうかね通過しちゃうんですよね。なのでまあ横向いててもいいですけど、どうせだったら入る方向をちゃんと空いてた方がいいよね。ということでですね次は入力なんですけど、感圧板からそこ先ほどつなげると言いました。遅延の度合いなんですけれども、離れてれば離れてるほど移動に距離ね移動に時間がかかるんで遅延させなければいけません。だいたい 3,4 マスで考えるんであれば4つリピーターを置いていただいてね、最大それぞれ最大遅延すれば何も問題ないかなと思います。なんで今回は
ここに3つとりあえずリピーターを設置して1,2,3と、それぞれ最大遅延にして、ここにパルスショートナーというものを設けます。スティッキーピストン、粘着ピストンを床に埋め込んでいただいて、その上にブロックで、隣にリピーターと、こちらも最大遅延にしちゃいましょう。で、これでね、短い信号を切り出して、入力させるということが可能になりました。はい、ということで、ここブロック変えた方がいいね、これ、はい、ブロックの色を変えましょう。ということで、ここから、今度はこのブロックに伝えれば OK ということなんですが、まあ、これは例なんでね、別にどういう形をとってもいいんですけれども、回路を下にね、持ってくる場合はこんな感じでね、貫通板を踏んだら、その真下にあるレッドストーンパウダーが拾って、次のトーチ、ね、オフにするという形でどんどん下に下げていきましょう。はい、多分ここら辺はね、同じような感じになるんじゃないかなと思います。で、今のままだとトーチが常時オンになっているため、回路はつながりっぱなしになっちゃうんですね。なので一度また反転させなければなりません。で、ここにブロックを置いていただいて、まあ、こんな風にして繋いでいただければ、乾燥に乗ったら、パウダーが拾ってトーチがオフになって、パウダーがオフになって、最後にトーチがオンになるため一瞬だけ信号がつながってね、いう形になります。はい、さあ、出る時も信号が必要です。今回は出る時はボタンにします。ボタンを押すとまた信号がつながるという形にしたいんですけれども、2種類やり方があると思います。そこの赤いブロックから回路を伸ばしていって、ここにつなげれば一応また回路、つながりますよね。そうするか、もしくはここに下に全く同じものを作るかなんですけど、まあ、今回はもう一回作り方どうせだったらもう一回作りましょう。1,2,3と置いて、また信号を遅延させます。で、ちょっと位置が変わるんで微妙なんですけど、また変えるかもしれない。で、パルスショートナーを入れる前に信号を下げていかないとですね。ここから来た信号を下げるんで、また同じような感じです。パウダー置いて、レッドストーントーチで下げて、こんな感じですね。こういう風に下に下げてきて、ここは壁の中なんでね、まあ、自由に使えるとは思います。外に作る場合はね、ちょっと考えなきゃいけないですけども、でここまで来た信号を、そこにつなげなきゃいけないんですけど、そうするとちょっとまだ距離がありますね。結構ここかな、はいはい。で、最終的にこれで OK かな。こうトーチね、はい、これでトーチオフになりましたね。ってことは、ここをつなげればいいんで、ここにパルスショートナー入れちゃいましょうか。で、黄色のブロックやったっけ、はい。で、ここも黄色にして、リピーターを同じようにすれば、遅延の度合いは左右で変わらないと思います。で、最後に、ここにパウダーを置けば、こちらボタンを押せば信号がつながるという形になります。ということで、下はもう終わっちゃいました。これで終わり。今度上行きましょう。さあ、天井裏作っていきましょう。今回は天井のブロックから8マス上まで、掘っておいてください。柱の1個上にある天井ブロックを削っていただいて、削ったところにレッドストーンブロックをはめ込んでください。そこのレッドストーンブロックから2マス上ね、上げていただいて、起点のブロックは、東西南北どちらでも構いません。どこでも構いませんが、今回は、下と合わせたいと思います。なので右の方向に、伸ばしていきます、ね、レッドストーンブロックが下から押し上げて、ここの高さに行った時に信号を拾いたいんですが、ここのブロックから階段状に、2段上げてあげてください。なのでポンポンポンと上がる感じですね。3段目まで上げていただいたら、また T の字を作ってください。こんな感じです、ね。今回は真ん中削らなくて結構です。で、 T の字の左端からさらに2段上げます。こんな感じです。大丈夫かな、形はこんな形です。3段上がって、3段目から T の字、左側から、また2段上げて、で、最後に1マスつけてあげてください。で、今度はリピーターを出していただいて、このブロックの上にまず1つ目、ね、で T の字の左側2つに、こんな感じで置いてあげてください。今置いていただいた3つのリピーター全て最大遅延に設定してください。最大遅延でお願いします。
ということでですね、次レッドストーントーチ出していただいて、最初に階段状にしていただいた2段目と3段目の後ろ側にね、トーチを設置します。ここまで、信号が来ましたんで、それをパウダーで拾って、こんな感じでつなげていきます。で、一番左側のね、最後につけたブロックのところにトーチで、次下に降りていただいて、ここにね、2マス出していただいた右側の方に、下向きに3つピストンを設置してあげてください。そしたらですね、ここの出っ張ったブロックから1マス飛ばしてこんな感じで3つね、出るようにしてあげてください。そのギャップを埋めるように1マス出した形で上と下にこんなジグザグになるような形に、ブロックを配置してあげて、ギャップの部分にですね、トーチを設置します。一番最後には設置しなくていいです。で、上の方からパウダーを設置してあげてください。下の方からやるとね、ピストンがガチャンガチャンガチャンって動いてまた設置し直さなきゃいけなくなっちゃうんで、上から置いてあげるといいかもしれません。上の回路終わっちゃいました。これだけです。ということで、実際に使ってみましょう。よいしょ。で、ここ踏むと上がってきました。で、通過するとね。こちらの方も、使えるか確認してみましょう。大丈夫ですね。大丈夫です。はい、 OK です。はい、次に向こう側でご説明した壁の中に埋め込むタイプはどうするかというと、作っていただいた後に壁を設けるだけで終わりでございます。何にも、手を加えていただく必要はございません。はい、もう一つありました。エレベーターとして利用する場合ね、向こうでご紹介したときは、こんな形の柱で、手前のね、この階段ブロックをタイミングよく引き下げてましたよね。入りやすいように、そちらのやり方をご紹介しておきたいと思います。まあ、こんなオーソドックスな柱を多分皆さん作っておられるでしょう。これを、エレベーターとして利用するということですね。後ろ側のボタンは撤去しちゃいましたね。今回の出口っていうのは下になりますんで、階下になりますんでね、ここの、回路はなくなったと思ってください。で、この階段を下げたいので、1マスね、床のブロック削っていただいて、床の1個下にですね、こんな風に粘着ピストンを設置してあげてください。で、床に埋め込まれるようにして階段を設置します。で、そしたら下に行っていただいて、貫圧板を踏んだりね、ボタンを押したりして信号がつながったら、ここにね、このピストンに入力したいので、こんな形にしなければなりません。通常時はオンでなければならないということですね。ということで、こんな形でピストンの隣にブロックね、トーチブロックという形 で信号をどこから取ってくるかなんですけど、このパルスショートナーの隣のところね、ここから、信号を伸ばしていきたいと思います。2個伸ばしていただいて、リピーター最大遅延でお願いします。で、隣に、パウダー置いていただいて、で、1マス高くして、ごめんなさい、こんな感じで、ここから 2×5 のプラットフォームを作っていただきます。 2×5 ですね。はい。で、ここのブロックに入力するんですけれども、隣のトーチと、信号は混線してしまうので、ここにリピーターで、これも最大遅延でお願いします。で、今度はですね、回路を短くするパルスショートなどと違って、今度は回路を長くしないといけないんですね。一定時間、この階段は下に下がっててほしいので、ちょっと回路延長します。具体的にはコンパレーターを出していただいて、こんな感じでループするように置いていただくと、こっちから流れてきた信号がまずこっちのコンパレーターに伝わって、ぐるっと回ってまた戻っていくという形でここまでつなげるということで、一度乗ってみましょうか。よいしょ。十分下がってますね。十分下がってます。はい。ってことで、こちらの方は4つコンパレーターを使うとご理解ください。ということで、ここまでできちゃったらですね、もう下に下がれるんですよね。で、下なんですけれども、今のままだと、ちょっと見栄えが悪いんで、ちょっと階段でね、下に下がるようにした方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。なので、プラットフォームは、開花はこんな感じかな。ここに開花が来て、
ここ回路丸見えになっちゃうんで、ここをうまく、こんな形で隠していただいて、こんな感じですね。でもどうしてもね、隠せない部分が出てきちゃうんですよ、そこのピストンとここのギャップ埋めるわけにいかないのかな。あ、ここも埋められるか。ここも埋められますね。じゃあこれでこんな感じで隠しちゃえば、全く見えなくなるんですけど、ここのピストンだけはちょっとね、どうしようもないんでしょうがないんですけど。で、出口の回路なんですよね、今度は。で、ここスペースがね、非常に狭いので、向こうにつなげちゃおうと思います。ここにボタンを設置していただいて、ここからですね、ずっと回路を伸ばしてこのブロックまで、つなげたいと思います。ただ、ここのピストンと干渉しないようにですね、まずリピーターをピストンの横に置いて、遅延数を設けてください。で、あとはですね、簡単です。なんかブロック変えようか、分かりやすいように。はい、ここをずーっとつなげていけば終わりとなります。ここからこんな風にしてつなげるという形で、ちゃんと出られるかどうかやってみましょう。押した後スタンバイ OK ことですね。はい、 OK です。さて、回路自体は作っていただけたでしょうか。あちらの方がね、加圧板とかボタンを使った入力にしましたが、動画の最後にですね、トーチキーもしくはパウダーで作動するね、隠されたインプットの仕方3つ紹介して終わりたいと思います。真ん中のものはシーズン3で一度ご紹介しました。左からですね、レッドストーンパウダーで起動するもの、個人的にはこれが好きですね。どこに刺せばいいのかも分かんなくなっちゃうんで、こっち側はなので、作業台に偽装すると、あ、ここに載せればいいんだなっていうのが一目瞭然ですね。こちらは、壁のところにね、埋め込むタイプのトーチキーで、こちらの方はですね、後ろにスペースがない時に使う、床方向っていうのかな、地面の中に埋め込むタイプのものです。はい、なので、バーティカル、垂直方向のね、トーチキーと言われています。ということで、実際に作り方見ていきましょう。作業台の下にね、埋め込む場合はですね、作業台の下2マスのところにですね、こんな感じで置いていただいて、で、そしたらですね、粘着ピストンの隣にブロックで、さらに階段になるようにこんな感じでレッドストーンブロックを設置してあげてください。こんな段差になるよね。で、置いていただいたレッドストーンブロックの上にパウダーを置くと、ピストンが伸びると思います。伸びたことを確認して、そのピストンの横、こっち向きですね、レッドストーンブロックに向いた感じで、粘着ピストンをもう1個設置していただいて、そこにさらにレッドストーンブロックで、今度はこっち側に出てきていただいてですね、ちょっと複雑に見えるんですけれども、そんな難しくないです。最初に置いていただいたブロックの横にこんな感じで粘着ピストンを置いていただいて、その目の前にさらにレッドストーンブロック、ちょっと高価なんですけどこれしょうがないですね。で、その斜め下にですね、レッドストーンブロック斜め下に、ブロックで、2番目に置いていただいた粘着ピストンのお尻にさらにブロックで、真ん中に、レッドストーンパウダーを置いて、終了です。で、ここに乗せるとこんな感じでね、どこから信号を取り出せばいいかというと、まあ、おすすめはここら辺ですね。ここら辺から、信号を伸ばしていっていただければと思います。通常はですね、まあ、これをね、隠す床のブロックが、ここに、入ると思います。これバドを利用してるんで、ブロックのアップデートを、ね、感知してこうやって動くんですけど、まあ、こんな感じになってると思ってください。で、誰にもわからないですよね、これだとね。で、レッドストーンパウダーを置いた時だけ反応すると思ってください。2つ目はですね、こちらも、ご紹介しました。ここが、まあ、壁の一部だと思ってください。ここに壁があってね、このブロックにトーチを刺した時に反応してほしいと。トーチから、2マス、3マスかな、3マス後ろに、支えのブロックを置いていただいて、こんな感じで粘着ピストンを壁向きに設置してください。そしたらですね、こっち側に出てきていただいて、ピストンの斜め下に2マス、ブロックを置いていただいて、リピーターとパウダーと、リピーターはですね、2チェーンでお願い、2回クリックのね、3チェーンでお願いします。で、リピーターの前にブロック、
以前紹介した時はこっち側にしました、どっちでも構いません、今回こっちにしようかな気分で変えてでパウダー置いて終了です。で、あ終了じゃなかったごめんなさいここの最後に下にトーチを刺して、ブロックを置き換えていただくと、終わりです。トーチ刺すと反応しますね、これの切り出しはここかここかここかっていう感じでどこでもお好きなところをお使いください、で最後に紹介するのはこの柱のね、下に埋め込むタイプです、埋め込む形になるんでここにトーチを刺した時に反応したいっていうか反応させたいってことなので、このブロックの下に、下向きの粘着ピストンを設置してください。でそしたらですね、粘着ピストンの先にレッドストーンブロックで、レッドストーンブロックがここまで伸びた時に信号が欲しいのでここですね、ここにブロックを置いていただいて向こう向きですね、柱向いてリピーターで、これ遅延は何もいじらなくて結構です。でリピーターの前にブロック、ブロックの上にトーチ、トーチの上にブロックで、最後にですね柱を抜いていただいて、最後に置いていただいたブロックの横に上向きの粘着ピストンを設置して、柱を戻してあげてください。で、トーチを刺せば反応するという形ですね、ということで長々ご説明してまいりましたけど、こんな形のね隠されたインプットを使って、面白いね、隠し通路を作ってみてはいかがでしょうか。わからないことありましたらコメント欄でお知らせください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではではでは。